また言われて振り向くみたいな動機としては。シューマイ。はい、こっちナイス。はい、顔こっちに持ってきて。いただきます。めちゃくちゃうまいっすね。で、あのシューマイもちょっと食べさせていただいたんですけど、シューマイがちょっととにかく感動しまして、もう一回いいですかってすごいスタッフの方が申し訳なさそうにすごい言ってくださるんですけど、全然むしろって感じですね。もっと食べたかったです。あれ、家でそういうのが好きで、まあ、肉が好きなんですけど、まあ、それの延長でローストビーフっていうのがちょっとなんかこう手間かけるの割と好きだったりするんですよ。いろいろすり込んだりだとか、まあ、とにかく僕はニンニクが多めっていう、なんかニンニクすごい好きなんですよ。なのでこうちょっとニンニクを多めに吸ってすり込ませてみたりだとかっていうのはありますかね。しっかり始めたことというか筋トレなんですけど、まあ、ちょっと体作らないキャっていうのも もちろんあるんですけど、まあ、ちょっとこう家にいるとなかなかこう体を動かす機会がどうしても減ってしまうので、エクササイズグッズみたいなものが1日1個ずつこう届くんですよね。どんどん増えてて、でなんか今日は何が届いたかなって開けながら